あそこだけはもう絶対に崩さないことになるんだけど。その鋼を割り込むことでその仕上げた時の見た目とかも、鋼扱った薄かったとかもそれで変わるけど、とりあえずなんか切れば良さは分かると思うので、あっちの包丁と比べればですね、切れ味もいいですし、